では音読しましょう。じゃあここから英語から音読していきたいと思います。高度な語彙だね、これね。アドバンストから読んでいきます。はい。Advanced vocabulary、 高度な語彙。 Sophisticated、 洗練された。 Profound、 深い、奥深い。 Intricate、 複雑な。 Elaborate、 詳細な、入念な。ここですね。 Formal and academic terms、正式な学術用語。今度日本語から読んでいこうか。仮説、hypothesis、 論文、 thesis、 論理的な、 ethical、 ごめん、間違え、倫理的な、 ethical、 日本語の間違って読んだ。妥当性、 validity、 この倫理的なって道徳的なって意味ですよね。それから慣用句、 idiomatic expressions、 死ぬ、 kick the bucket、 とても簡単な。 piece of cake、 これ甘つくかな、 a piece of cake、 ちょっとこれ間違ったかな。でもこういうのもあるのかもしれないね。ちょっと待って、今調べてみるからね。青つけないパターンもあるのかもしれません。今ちょっと調べてみたんですけれどもね、piece of cake じゃなくて、やっぱり a piece of cake を使う方が多いみたい。ただ、早く喋ってると a を省略してしまったりするので、時々ね、 piece of cake っていうふうに言う言い方もあるかもしれません。ちょっとね、あんまりよくわかりませんだから、まあ、とりあえず a をつけとくのが無難だと思います。じゃあこれね、日本語からいきますね。めったにない、 once in a blue moon、複雑な文法、 complex grammar、 条件文、 conditional sentences、 受動態、 passive voice、 当時法、 inversion、 仮定法、 subjunctive mood、